やあ、よかった。今日は笑ってて。もしかして昨日泣いているところを見られた人？これでよかったのか？後悔しない？ああ、いいんだ。まっすぐな気持ちを四つ葉のクローバーに託したから。リンク、今は帰れないんだ。だが私はいつでもここで国のみんなの幸せを願っている。そっか、じゃあこれ、リナちゃんに。今まで俺を守ってくれた幸運のお守り、やるよ。私に？ああ、きっと君を守ってくれる。それに、俺より君が持ってる方が似合う。ありがとう。浜崎雅宏。雅宏って呼び捨てでいい。じゃあ。雅宏か。え？喧嘩？いや、余計なお世話かもしれないけど、やめた方がいい。そんな傷つくって。きっと、そんなお前のことを心配している人が、周りにもいるはずだ。例えば、その、彼女、とか。ん？つまり、喧嘩なんて、やめろ！私は別に心配してるわけじゃ。来いよ。俺の秘密を教えてやる。あの、ごめん、マサヒロ。本当は試合見に行くつもりだったんだけど、急に断れない用事ができちゃって、行けないってマサヒロに連絡取ろうと思ったんだけど、連絡先がわからなくて、それで。ああ、誰かさんが応援に来てくれないから試合に負けちゃったよ。あ、本当にごめん。なわけないだろ。じゃあ。ま、少し苦戦したけどな。それに本音を言えば、勝ち負けに興味ないし。あのさ、リナちゃんに会いたいときはどうしたらいい？そうだな、ここなら帰り道だし、よく通るし。じゃなくて、メアド教えてくれない？え、いいけど、マサヒロのメアドも教えろよな。リナちゃん。ルチアとハノンから聞いたよ。世界チャンプ目指してる強いやつに挑戦したんだって。一体何を考えてるんだ？でもまあ、そんなに強いやつを一度は追い詰めたらしいじゃないか。ありがとう。でも、負けは負けさ。リナちゃんに言われて考えたんだ。俺はまだ迷ってるんじゃないかって。一体何を迷ってるんだ？俺の将来を。マサヒロの将来？俺は時々周りの期待や親父を超えられないんじゃないかっていう重圧に押しつぶされそうになる。バイクやボクシングに没頭している時はそんな日常から解放される気がして。マサヒロ。リナちゃん、君にボクシングやバイクのことを遊びだって言ったのはプロになんかなれないことが分かっていたからさ。俺は親父の会社を継ぐことが決められているからね。でも俺が本当にやりたいことが他にある気がして、俺の将来を決めるのは俺自身だってことに改めて気づいたんだ。マサヒロ。リナちゃん、君に言われたから。私に？リナちゃんに言われて逃げてる自分に気づいた。だから、この試合に勝ったら、君に言おうと思っていた。私に、何を？いや、いいんだ。
負けたんだから。この試合に勝てたら、君のことを本気で好きだって言おうと思ってた。みんなちゃん。負けるのって、辛いな。リーナちゃん、どうしてここへ？マサヒロこそ。ここは俺のお気に入りの場所なんだ。ここから見える景色が大好きで、考え事があるとよくここへ来て景色を眺めながら頭の中を整理したりしてるんだ。そうだったんだ。考え事の邪魔だろうから帰るよ。マサヒロ。違う、それだけじゃないんだ。この場所は、リナちゃん、いつか君と一緒に来たいって思ってた場所なんだ。ここは、私もお気に入りの場所なんだ。お前とお気に入りの場所が一緒で、嬉しかった。リナちゃん。あれは、マサヒロ！リナちゃん、ここ…リナちゃんが助けてくれたの？リナちゃん、どうかしたの？マサヒロが、あのまま死んじゃうんじゃないかって思った。よかった。本当によかった。リナちゃん…マサヒロ…リナ、俺は君を離さない。マサヒロ、もっともっと強く抱きしめて、私を離さないで。リナ、マサヒロ。